プロコフィエフのバイオリン競争曲第1番に蝶々作品19は1916年から1917年にかけて作曲されたプロコフィエフ最初のバイオリン競争曲。初演は1923年10月18日にパリのオペラ座にてマルセル・ダリウーのバイオリン独奏とセルゲイ・クーセビツキー式パリオペラ座管弦楽団による。初演時にこそ成功しなかったものの、 今日では、プロコフィエフの競争的作品の中で最も愛好される作品の一つになっている。イーゴリ・ストラビンスキーは外して、プロコフィエフの作品に好意的でなかったものの、この作品については褒めた。カロル・シマノフスキとアルトゥール・ルービンシュタインはこの作品の上演に接した後、歓喜は待って楽屋に作曲者を訪ねたという。独創バイオリン、フルートに、大ーボエに、 クラリネットに、ファゴットに、ホルニオントランペットに、チューバ、ティンパに、小太鼓、タンブリン、ハープ、ゲンゴブ、約22分以下の3楽章からなる。アンダンティーノスケルツォ、ビバーチッシモモデラートマイナスアンダンテ第一楽章は、霊妙な響きに始まり、躍動感と静止状態の間を行きつも同立し、終結部においても、開始の時と同じく平和裏に、楽章を畳んでいく。 この特徴は、第一学章に限らず、どの学章にも当てはまるので、性格的に作品全体が一つに統一されていると言える。独立後のプロコフィエフの作品としては、全般的に瞑想的で白チュームのような、不思議な叙情性にあふれている。ありがとうございます。